こんばんは。ちょっとすみません、ちょっと少し遅れました。今日も、1時間、ニコネットお付き合いお願いします。まずは、今僕一人ですけど、多分これからどんどん植えていくんで、とりあえずオープニングいきましょう。どうぞ。今日ね、まず言うことはいっぱいあるんですけど、まずね、今日の歌舞伎町じゃないな、ホストの、格闘技の試合、宴があって、まあ、僕インスタとかでも載ってたんですけど、そのレン君と、銀次君が、今日出てて、もうレンが終わって、銀次君はこれからで、まだ今そのね、格闘技の試合がまだやってる最中で、で、みんなレン君わかるっすかね？ちょっと身長高くて、そう、プーさん。一番身長高いかな？ 183 とかで、レンの出たきっかけが、その階級が誰もいなくて、出場したい選手がいて、でも相手がいなくて、レン君お願いしますと言われて、で、レンが出て、1ラウンドで、49秒で、負けました。で、僕と、サツキが、セコンドで出させてもらって、もうすごかったですね。相手もやっぱその階級だから大きかったし、もう強かったですね。で、今ちょっと遅れたのもね、そのレンのお客さんが、レン頑張ったねって言って、シャンパン入れてくる、シャンパンコールあったんでちょっと遅れてしまいました。はい。いやー。格闘技ね、今レンね、力はあるんですけどね、動きがちょっと遅かったな。ちょっとやられてたっすね。でもみんな勝ってる人もね、そう、ホストさんは出場して大きい怪我したりしないのって、結構顔を怪我してたっすね。みんなやっぱ目切れてたり、もう血も出してたり、大丈夫かなと思って。あれちょっと痛いのダメだな、僕痛いの嫌なんで絶対出ないですね。宴にボンヤスキー、ボンヤスキーとか古いよね、多分聞いたことある。そう、みんなレンお疲れ様って言ってあげてください。うん。で、まだ銀次が、9時から出るんで、で、あとね、直樹さんには勝てないでしょ。でも直樹さんと身長一緒だから、まあリーチとかは一緒かな、腕のリーチとか。ただ体重の階級も違うし、直樹さん腕すごいからね、サッカー部だったし、足の筋肉も。ただ体力はないかな、やっぱり直樹さん。もうね、年も年だし、直樹さんは。しかも僕細いっすよ。直樹さんとは戦えません。僕ね、僕身長高くは見えないですね。あ、でも足が短いのかな、割と座高は高いから高く見えるかもしれないです。あと顔がね、ちっちゃいとかよく言われるんで、そのせいもなんかあるから高く見えるんですかね。初めて見てくれてる人ありがとうございます。と、あと、あれ、先週、直樹さんが告知してくれてた、12月11日の、アゲハの、直樹さんの、ジャムプロデュースなんとか、僕ちょっと行かせてもらいます。まあ従業員何人か行くんですけど、まあそれもね、多分行けない人も多いと思うんで、まあインスタなりなんか写真とか動画載せれたらいいなと思います。結構楽しみなんでね、金曜日、まあ、休みでちょうどいい時間だったんで、あれが、10時、夜の11時かなスタートなんで、だから朝ぐらいかな、更新するとしたら。結構なんかすごい豪華な感じらしいで、すげえ楽しみですね。
僕なまってるですかね。僕北海道出身なんですけど、北海道出身で、北海道って別に方言もないしな、別になまりもないですけどね。でホストやってたらいろんな方言ね、関西弁とか結構強いから、そんな映るとかじゃないですけどね、なまることはあるかな。別に僕南部さんに対して通気っていうか、そういうあれ店にいないからとかそういう関係ないですよ。南部さんどうなんだろうな、南部さん多分来れないんじゃないですかね。ちょっとそれがね、そのプロデュースがあるからバタバタしてるんで。僕ねでも踊ってたっすよ、前のお店でファンタジーの時にショータイム、もともと南部さんとかやってましたけど、後の方僕も出させてもらってて、ももクロとかジャニーズとかなんかいろいろね、僕裸にもなってましたけどね、トイレットペーパー巻いてとかいろいろやってましたね。あの時は1年前1年半前ぐらい、ももクロ楽しかったかな。あのチャイマックスみんな知ってるっすよね。そうショータイムで、そう TM レボリューションの真似、もともとその今サッパやってるトバさんがやってたやつなんですけど、トバさんがサッパーやって次誰がやるのっつって、新一やろみたいな、いや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 僕、まあ、やらせてもらってました。何回か週に1回ぐらいかな。すごい恥ずかしかったね。ただでも僕ねスタイルはねちょっと自信あったんでね、まあ、脱いでもいいかなという。晩年もデータもないかな、脱ぐことはでもないな、もうこの仕事やってて。うわ、ナオクさん見たくて早くね子供を寝かせたのに、いやーすいません忙しいから。まあでも僕ね初めてニコナイト出た頃と比べたら別に、いやあの時はねすごい緊張しましたよ。今も緊張しますけど、何喋ったらいいんだろうとか、ナオクさん、あでも普段と変わんないなとか、なんかいろいろ勉強させてもらってて、僕ね、でも変わったっすね、やっぱホストの仕事をしていると。僕も焼き鳥屋ね、やりたかったから、そのね、接客するのにホスト大事だなと思って、で、ナオクさんが結構ね、真剣に語ってくれて、教えてくれて、はい、もう酔った、でも酔ったら僕脱がないですよ、絶対。脱がされることもないのかな。僕結構酔ったら寝ちゃうんで、結構ね、銀さんとか僕の寝顔を撮ったりとかしてるんですよ。僕が結構寝るっすね。潰れるとか、普通におとなしく寝てます、僕。野球観戦デートしましょうよ。3月。いや、4月か。4月スタートだね、野球は。みんなどうなんですか、お酒でも弱い人とかは、お酒弱い人は多分寝ちゃうタイプじゃないですか。強い人は、生きてても記憶ないとか、そのマヨさんとか、結構長く飲むのに、潰れないんですよ。のくせに記憶がないっていう、すごい強い。あとなんかね、あとなんだろう、なんか言おうとしてた。そう、それと、12月、11日がそれと、20日が、銀さん誕生日、うちの代表。20日何曜日だっけな、土曜日か日曜日とかで。日曜日かな、あとなんだろう、なんか言おうとしてた。うわ、すごい出てこない。まあいいや。12月の誕生日、銀さんだけかな。20日で、クリスマスあって、今年、そう、カウントダウン、もう知ってるかな、カウントダウンやります。去年も年末年始、仕事させてもらったんですけど、31カウントダウンやって、1日休みで、2日から、普通の営業になります。だから全然やってます。そう、で、その、明日、みんなでそう写真撮るんですね。店に看板出そうって言って。お正月、どこもやってないでしょって思われるから、
うちはやってますよっていうアピールするんで、その看板も外に置いとくんで、ぜひ遊びに来てください。休みはどうなんですかね、みんな実家なんですかね、東京にはいない感じなんですか。逆に東京来る人とかいるんですかね、休み、正月休みだとみんな地方行っちゃうんじゃないかな。去年はすごい混みましたからね、パンクして、ね、結構お断りしちゃったお客様もいましたから、で今年はどうなのかなっていう、すごい多かったですよ。あ、初回が多かったですね、初回の方がもう電話なりそのあやってるんだって言って お店入ってきてくれて、うわすいません今ちょっといっぱいですって。うん、だからぜひ、まあ、まずお店に電話していただければ確実かなっていう、まあ、予約っていうか、まあ、予約とかじゃないですけど、まあ、把握はできるんでお店の方で、まあ、ぜひ連絡してください。まあ、キャストの方にもね、放送するサイトから見てキャストの方に連絡してくれるのも嬉しいですし、お願いします。ナンクさんは、もうジャムだけですね。僕誰と仲良し、合同営業しててかな。レッドアイの方だと僕今ねベイさんかな、あちょっと取締役部長取締役部長のレイさん、あのそのやっぱ銀さんとか同い年のかっこいいし、ちょっと銀さんとねあのイメージとか被ってて見たかな。銀さんこの前先週レッドアイの方のあのニコナイトお邪魔させてもらってて、なんか鍋え、それ違うか、あれそれか、その前か。まあそっちもね見ていただければいいかなと思いますね。今日もカミカミ、あてか乾杯しなかったまず乾杯しましょう。いただきます。あでもご飯はその代表の翔生さんとか行ったりとか、あと後輩たち若い子たちですね。うん、あ今日その宴出てる銀次とか結構ちょいちょい行ってますわ。まあ仲良しっていうか遊ぶことはないですけど、まだ遊ぶのはやっぱり蓮とかですかね、さつき、うん、まあ、あとまゆさんとか、まゆさんはやっぱり一番一緒にいる時間長いかな。きのこ鍋、あきのこ鍋いいな、僕きのこ大好きなんですよ。パスタとかもめっちゃキノコ好きで、え今週キノコ鍋やってあれか、レッドアイのその放送がキノコ鍋ってことか。もうお腹空いたらちょっと遊びに行こうかな。で僕最近辛いのちょっとハマってて、辛い鍋食べてます。食べに行くだけかでもないけども、まあそっちの方でもちょっと新一をねなんかアピールできたらいいなと、そういう感じで遊びに行きますよ。キノコ体にいいのかな、体にいいんですかね、無機質。結構なんかちょっと日弱って言われるんで、食べた方がいいよとか言われるんですけど、僕結構食べるっすからね。もう絶対ご飯は大盛りで頼むんですよ、どこ行っても。結構食べる方だと思うんですよ、人並み以上に。ただ残すっすけどね、波だと足りないからちょっとそれ不安で、保険でちょっと大盛り頼んで多かったら、あ多かったなって残すんですよ。で食べれる時もあるんですよ、全然もちろん、おかわりもしますし。で僕はもう鉄板でも切り干し大根です。なんかねプロフィールにも書いてあるんですけど、僕バレンタインとかもあったんですけど、僕甘いのが苦手で、あの誕生日の時もねそのケーキ何が好きとかあったんですけど、僕チョコとか甘いのちょっとダメなんで、うん、チーズケーキだったりとかで、バレンタインは切り干し大根を作ってくれたりとか、すごい嬉しかったです。和食が好きだからね僕は。で和食ってめんどくさいけども、あんま自分では作らないからね、やっぱそのお母ちゃん的なそういう定食屋さん行くのがハマってます。
あの肉より魚、肉だと生姜焼き、魚だとサバっすね。塩サバ。ここに言葉が似てます。僕初めて言われた。僕嘘。お笑い芸人だとあのインパルスの板倉とか言われますよ。最近ちょっといいとあのタトゥーンの中丸くんとか。え、銀さんセグウェイでこけたんすか。え、あの銀さん結構セグウェイ目撃情報あるじゃないですか。それを銀さんこけたのか見たんすか。大丈夫だったかな銀さん。でも銀さんねちょっとね調子乗ってスピード出しちゃうからね。スピード出しすぎるとあのピピピってあの安全装置になっちゃうから、それでもう突っ走り走るからね。だからさつきとか来ますよ多分。仲間に似てます。いや言ってくれたら嬉しいですけど。あ、やっぱみんな板倉は分かってくれるっすよね。なんか骨格とか似てるんすよ。しんちゃん今日仮面ライダーみたい。この服かな。この服あれ結構最近のニコナイトでこれ着たと思うんですよ僕。でちょっとインスタとかでもこの服のアップがあって、うわ最近しんちこの服ばっかだなって思われるかなと思って今日たまたまこれ着てたんですけど、別にこれよくは着てますけどそんな頻繁ではないですね。これめっちゃ高いんですよ。これ直樹さんからいただいたやつで、で風が通るんでやっぱ上着ないと外はあれですけど、室内はこれすごいあったかいですね。学生の時は持ってたんすかね。まあ、でも彼女とかいたんで、うん、まあ、あ、いい人だねみたいな、そういう感じですね。そう、これ直樹さんの僕今自分の名前噛んでました。ダッサ。ずっとってか僕あの1年以下がないですね付き合ったことは。あ、だから今日セグウェイ、そうだ違う人も乗ってたな。めっちゃ多かった。今日3人ぐらい、その宴でホストの集まりでみんな集合場所があって3人ぐらいいたっすわセグウェイ。でもほんと、え、結構じゃあみんな歌舞伎町で見てるんですよね。え、歌舞伎町映画でセグウェイ乗ってる人っていますか。見たことあるんですかねリスナーさんは。板倉慎一、え、歌舞伎町以外はないでしょ。え、だってこれし、あるなら渋谷、六本木、池袋、なんか浅草とかで乗るのも違うし、世田谷とかで乗ってるのもなんか浮くだろうし、やっぱ新宿だと全然もうカッコつけれるし、うん、聞いたことないな。森進一がセグウェイ乗ってたよ。嘘でしょ、怪我するって、血痛めるよ。僕今日ご飯、あ、今日ねめっちゃ食べたっすね今日は。ラーメンと、その前に起きてちょっと小腹空いて、あの集合が早かったから、そう宴の方がちょっとマックでハンバーガー2つセット頼んで、その後ラーメン食べちゃって、でその後ちょっとパン食べて、今日ちょっと食べ過ぎちゃったっすね。お酒飲めるのかなって思うぐらい食べちゃって、イカ水だからお腹出るんですよ食べた後、まあ、幼児体験みたいな、ダッサいですよね。でもすぐ吸収しちゃって痩せたままなんですよ。そう、あと僕明日だ、明日眉毛のエクステ行ってきますわ。眉エク、まつ毛とかまつエクとかじゃなく、あの眉毛のエクステ。僕ね前も言ったことあるんですけど、ひげ剃ったことないんですよ。で眉毛も薄くて今も描いてるんですけど、眉毛をちょっと100本ぐらいなのかな、
なんか安くしてもらえるみたいで、明日ちょっと行ってビフォーアフターの写真撮って、まあ載せてみます。だ、眉エクやりたい人とかいますか？松エクとかはね、女の子やってる人多いと思うんですけど、髪のエクステとか、僕眉エクは初めて聞いて、うわちょうどいいと思って、できればねヒゲもなんかしてみたかったですけど、ヒゲはまあいらないかなと思って。ぜひ眉毛やりたかった俺。あ、もうよっしゃ行こうと思って。感想っていうか、まあ写真の方が早いでしょ。写真載せますよ。で、女の子やっても必要ないですよね。アートメイクとかやってる人もちょいちょいいるし、男も女も。アートメイクだとなんか残るから、うん、アートメイクは、いや別にいいも悪いも僕わからないんで、どうなのって言われてもわからないですね。色も選べるんじゃないですか、やっぱその人に合った。まあでも手入れはその3週間ごとぐらいにそのケアはしなきゃいけないみたいで、でまつげよりは強度が強いみたいです。あ、全然安いです。1万円しないみたいですよ。なんぼだ、100本近くで。安いでしょ。もう北海道出身です。ヒゲはいらないな。ヒゲのアートメイクってもうただ黒いだけでしょ。剃ることもできないし、朝起きてびっくりするよね、たまに。あ、でも鼻毛僕めっちゃ伸びるっすよ。鼻毛は本当にもう切り続けないとすぐ伸びるんで、なんだろうね。だ、北海道の人だと東京出たら鼻毛伸びるとか、その空気がね違うところ行くと毛が伸びるって言うんですけど、僕めっちゃ鼻毛伸びるんですよ。あとタバコも吸うし、多分鼻からも煙出るからめっちゃ鼻毛伸びるんですよね。だからちょっとペペってやって、一番高かった買い物、そんな高い買い物したことないですね。やっぱ鼻毛伸びるですよね。男も女の子も絶対伸びる。鼻毛カッター必須、絶対ないとダメ。持ち歩いてますもん僕。あと眉毛のやつも、眉毛のやつでここをやってるから、鼻毛の脱毛は痛いじゃないの。車は僕免許持ってないですよ。うん、バイクの免許あって、でもそれも財布盗まれてどっか行っちゃったんですけど、今無免許です。もう何も乗れません。あ、ブラジ、あ、そうだ、ブラジリアンやったわ。サツキと一緒にやりました、鼻毛。やったやった、思い出した。めっちゃ痛かったな。でもすっきりしたけども、あれすっきりする。なんか詰めて固めてペッてやって、うわ痛いって思ったけども、終わったらもうすごいスースーして気持ちいいですよ。眉毛染めてないです、描いてる。僕眉毛描いてるんですよ、茶色いやつで。クラブ直樹のこと、いやクラブ直樹のことはまだ今合同してて、だね、もう年末とかだとその業者の方も動けないんで、まだちょっと待ってる感じです僕らは。スキンケアは僕しないですね。でちょっと肌荒れがしちゃうんで、洗顔を使わないで水で洗うようにしてます。なんか水洗いがいいって聞いたんで、銀さんとかすごいスキンケアしてるから、でそこまで僕まだっていうか、うん、スキンケアでも脱毛とかもしないしな、毛の処理とかもしないし。でも乾燥とか最近すごいじゃないですか。化粧水、顔とかも体もちょっと塗っとかないとパリッパリになっちゃう。洗顔大事。洗顔あれなんだっけな、寝る前かその風呂のうちが朝起きてから、なんか大事なこと忘れたんですけど、
1日1回はそうそう洗顔方法、そうそう、それでそ寝る前か朝かどっちか忘れたんですよね。どっちだっけな、知ってる人いますか、教えてほしいですね。うん、毎回はダメなのよ。朝が水かな。うん、あ、でもそうか、寝る前だとその一日のね油とかあるからそれを落とすのかな、そういう意味かな多分。あ、でも女性だとあれか、化粧もしてるからあのねクレンジングとか、あ、めんどくさそう。今日も17日か、あのかクリスマスはみんな何するんですかね。もう家でパーティーとか飲みに歩いたりとか、まあでもするか。結構金曜日とかいい日なんでね。ん、寝る前の方が、うん、春の愛は朝は顔洗わない。朝は石鹸ダメ。朝はダメね。よし、朝はダメなんだ。夜じゃ洗顔フォーム使って朝は水洗い、それでいきます僕は。え、クリスマスはレッドアイに誘われてるよ。え、来てくださいクリスマス2日間ありますから24、25。生まれ変わったら僕は男ですね。うん、男がいいな。いや、番組も変わんないんじゃないですか。なくなることじゃないから。あ、クリスマス混むのかな、どうなんだろう。そう、一応守備日なんですよ25が。混むっちゃ混むのかな。いや、でもそう、うん、そう、イベントは24日です。あ、サンタさん、サンタさん、でも8歳まで信じたらもうそのぐらいですね。小3とか。サンタさんの手紙とかすごい喜んでたんですね。あ、でもあれお母さんの字だっつって、なんかいとこ同い年だから、2人で会議し合って、これお母さんだよね、みたいな。そんな話はしましたね。レンピ、だからレンは、あの、負けたっす。残念ながら。ワンラウンドで、49秒で、KO 負けの形で、でも相手がねすごかったな。スタートしてロングなって、レン僕あのローキック強いんで足で攻めますわってバンバンバンって足いってたんですけど、向こうがパンチ攻めてきて、それが一発顔に入っちゃって、それでレンひるんだんですよ。その隙にやっぱ相手が行ってコーナーに固め、コーナーに追いやられて、どこの人だっけな、結構なんかね、もうみんなホストっぽくなくてもいかつい人たちだから、どこなんだろうというぐらい、うん、で端っこでもう固められて、もうちょっと締めが入ったんで、それでちょっとねえ、ノックアウトでしたね。まあでもあれはもう見てて痛そうだった。あれも逃げれない、まあ、あれはしょうがない。もう俺らセコンドだったけども、何言ったらいいんだろうみたいな、逃げろ逃げろとか、うん、あれはしっかり固められたね。80キロ級のあの腕で固められたらもう逃げれないでしょ、どんな人でも。うん、まあなんで、ちょっと一回 CM 行きます。じゃあ CM どうぞ。わかわいい、美味しいね。あと乗ってますよ甘みですよね。そう、甘み。ああ、
世界一幸せにはできないかもしれないけど、俺が一生笑わせるから。運命の人と出会うならイオンインク。イオンインク。イオンインク。はい。で、レンがもう、最後に一回紹介する。レンだってそんな出てないから、ニコナイト。2回とかかな。でも知らない人もいるし。で、ちょっとね、目が切れちゃって、怪我しちゃってるんですけど。まあ、よく頑張ったなと、皆さん言ってあげてください。もう後半来ます。で、今、なんか、サツキが連絡来て、サツキが来るみたいで。まあ、サツキのことだから、誰か連れてくるんじゃないか、みたいな。山本、あ、違う、あ、なんだっけ、山本キッドとなんか、え、なんか、マサト、なんだっけ、そんな古い試合がやるっすよね。なんか、年末、あれ、違う、それ古いか、わかんない、その曖昧な情報だから。え、ナオさん、六本木セグウェイ乗ってないです。ナオさん、乗れないんじゃないかな、ナオさん。直樹さんね、今日ちょっとあれだからね。みんな、でも年末みんな格闘見るんですか？年末だと番組何見るんだろう。あ、今年のガキ使が探偵か。ちょっと見たいんですけどね。でも仕事だから。年末はもう歌か、歌番組か、格闘技か、え？お笑いか。年末はね、年末みんなガキ使って言うんですよね。でもガキ使見てたらいつの間にか年越してるじゃないですか。で、なんかその、うわ、年越した感がないから、ちょっとね。あ、来た。こんばんは。待ってたよ、待ってたよ。こんばんは、さつきです。おはようございます。さつきと今日行ってたもんね。はい、いやそうなんすけど、さっきもう、はい、ニコ、もう宴のことばっかでした。うん、はい。いや本当僕らちょっと反省してるっすよね。セコンドね、あ、ちょっとね、初めての経験。セコンドめっちゃ緊張しなかったっすか？なんか空気とかもよく分からなかったし、はい、何をしたらいいんだろうとかで、俺とサツキで行って、はい、で、サツキこの格好で、はい、来たんだけども、みんななんかジャージとかさ、いや、そうなんですよ。ユニフォームとか、はい、旗とか、そうそうそう、みんなガチだって、ダンスもしてたから。いや、ダンスあって、で、相手のそのチームは幕がまず入場であって、あった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 。で、なんかで、みんなお揃いのなんか服みたいの着てて、うん、だったんですけど、僕はなんか一人だけスーツで、うん、スーツで、あとで、みんなめっちゃダンスしてたじゃないですか。してた。でも花道で20人ぐらい、そのぐらい、10人かでも僕、何もすることなかったんで、持ってたレンにあげる用の南アルプスの天然水を上にグイッてあげただけだったんですよ。何もすることなくて、俺タオル持ってて、いや、びっくりしました。はい、いや、本当やっぱね、もっとレンにいい感じにさせてあげられたらよかったなと思って。もっとね、なんかそのセコンド側もめっちゃ反省しましたね。勢いづかせなかったね俺らもビビっちゃったねさっちゃん、さっちゃん、めっちゃ、さっちゃん、めっちゃ、さっちゃん、あ、いただきます。ありがとうございます。さっちゃん、イギリス人みたいで。本当ですか？あ、じゃあ、花僕ですおいしょ。こんばんは。花ね、いつもニコナイト出てかってるもんね。おいしょ。もう、リスナーさんも花のこと分かってるんじゃないですか？どうも、花です。ゆいパリピ、パリピ、パリピパリピ、うっす。最近めっちゃパリピるよね。今日てか、なんかギャルの今年の流行語大賞第1位パリピらしいっすよ。そう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 、ですよね。さっきなんかコラムかなんか見とって、うわ、パリピやんと思って。えーっす。あ、ちゃんとカメラも、
調節してくださって、やっぱバランスがね、パリピです、あるんで、しーいち、はな、はい、さつき、はい、ゆいです。どうもこんばんは、ゆいです。ゆいはもう毎回結構最近出てるな、んだかんだ連続で、はい、あ、西川くんって西川くんで覚えてくれてる。あ、でもそっちの方が覚えてもらいやすいよ。TM レボリューションの、うん、はい、あ、お、腹さっちゃん前の髪の方が色気あったって、あの長い時、あ、髪の毛、まあ、はい、長い方が色気は出るっすからね。今はどうなの、そのどうしたのその髪は、イメチェンして。この髪はそうっすね、もうだいぶちょっと抜けちゃったんで髪の色が、おう、うん、なんかもう黄色いっすね、画面越し見るとめっちゃ黄色いよね、はい、ここで見るのと画面で見るの全然色が違う。いや、そうなんですよ、めっちゃイギリス人っぽいね、確かに確かに、しかも色合い、うん、今日の、うん、青スーツなんで、なんでこんな明るくなってんの、はい、あれだよね、イギリスの貴族のいじめられっ子みたいな、はい、いや、いじめられっ子ではないよ、いじめられた設定がやばい、せめて貴族にしてくれ、何もしてないのにいじめられる人、さつきブサなったって、まあね、星の王子様みたいに書かれてる。あ、最近映画やってますからね、うん、リトルプリンス星の王子様っていう、ね、よよやってますね。主演は、主演は僕ではないですけど、杉田は僕の名字なんですけど杉田やってます、映画もね。映画とか見ないな、映画館行く、みんな。俺映画館結構ちょくちょく行きますよ。おうおう、やっぱ映画好きなんで。最近何見たの？最近、うん、最近さつきさんの寝てる横で、あの白雪殺人事件見てるやつですけど。あ、結構映画館では行かないの？映画館はこの前あのエベレスト見たっすね。あのめっちゃ登るやつで。そう、3D のエベレスト見たっす。おお、感動した。俺めっちゃ早い歌い言われてる。で、え、しんちゃんのりは花で、ついに来ましただん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 、なんかみんなの名前が覚えてもらえてるんですよね、うん、あ、そうですね、さっ、うん、ちゃん歌おうよ。さっちゃん歌はうまく、でもさ、ちょいちょい自分に合う歌があるじゃん。そうなんすよね、やっぱ店でもその採点勝負しようよやつって、はい、俺とかさつきさ、どうせ負けるじゃんみたいな、はい、舐められるじゃん、うん、で、歌ったら別に点数いいとこ勝負じゃん、そんな変わらないですよね、はい、で自分らでその点数が出る歌を見つけてきたもんね、うん、そうそうっす、うん、やめちゃえよ人生なんて、それは僕が作った歌です。それ学生時代のバンド名なんだっけ。妖精事件。だいぶ事件やね。代表曲はユートピアです。なんでここ宣伝してんの。いや、もうそのバンド解散しちゃったんですけど、はい、配信したいよね。ユートピアって夢の国みたいな意味だよね。そうです、そうです、桃源郷って意味。めっちゃなんかこだわってるっすね。まあ、さんちゃんの歌はここでやめとこ。世界観強いな。ツイキャスにしよう。あ、そうですね。ツイキャスで歌ったことある？ツイキャスでは結構歌ってますよ。で、ツイキャスは僕結構めっちゃ自由にしてるんですよ。あ、なのでオフの、うん、普段接客してたり、まあこういうニコナイトだったりで、あんま見せないようなオフの感じを出してるんですよ。そうですね。なんで、うん、朝方10時ぐらいに普通に氷結ストロングとか飲んでるんですよ。この前でめっちゃ飲んで、で、それにこの間冷凍ブルーベリー入れて飲んで、あれめっちゃ、バスカットに冷凍ブルーベリーめっちゃあるんですよ。美味しそう、確かに。あれめっちゃ風味が良くなるっすね。で、この前もそのツイキャス見てたっていう方がいらっしゃって、結構コメントしてるんですみたいな方もいらっしゃって。あれワイン飲んでた日は？ワイン飲んでた日は、朝方やってたんですよね。そうそうそう。あ、その日も。言ってたんですか？基本飲み枠なんですかね。ピンサロの受付にいねえから。いつ行ったのって。だって俺スルーしたけど、いつ行ったのって。男やん、しかも。そしたらでも働いてる人、それともお客さんってこと？受付だから多分働いてんで、働いてる手じゃないですか。お腹みんなもう気になってるよ、ゆいのね。いや、もうこんなんもうね、産物やから。でも、まあ、年末年始だったらまたそのまま一方で増えていく。イベントの告知をしたんですか？イベント、あ、でもそれとね、はい、まあ11日のナオクさんのやつと、あ、はいはい、アゲハの、はい、ナオクさんのダンスチームが
アゲハで踊るんですよね、うん、でもあの4人のメンツ、はい、まあ、面識あるっていうか見たことあるじゃん。そうですね、うん、僕はあのそのうちの一人の方とご飯食べたことあるし、ああ俺も見たよ、はい、めっちゃなんか大人っぽかった ね、すごいなんか紳士的な感じでで、ナクさんと一緒にダンスのそのコンテストみたいなの見に行ったんですけど、あ、一回いたっすね、はい、めっちゃかっこよかったな、かっこよかったっす、やばかったっすね、そういう感じを踊るってこと？そうっす、で、なんかラップとかそういう歌も歌う人で、あ、すごい、本当にかっこよかったっすね、かっこいいね、かっこよかったっすね、ラップとかで歌えねえから、はい、あ、そうそうそう、ラップ難しいっすもんね、かなり、うん、で、この間ナクさんとまたデートした時もそのユニフォームどうしようかなみたいな話してましたね、うん、はい、もう11、いや、早く楽しみやね、そうっすね、あんま酔いすぎないですね、金曜日なんですかね、で、シャメとか、シャメ撮って、まあ、撮ったらダメならダメか、ちょっと確認しないと分かんないですけど、ね、載せたいよ、はい、載せたいですね、見せたいとか、いろいろね、インスタ最近更新してる？インスタ、今日更新したっすね、今日化粧濃くない？めっちゃ、え、今日、うん、しようかなと思って、そろそろ、うん、ああ今日、あ、ほんまめっちゃくっきりしてるもんね、うん、マロンに借りて、マロンに借りて、やってみたら、でも僕もう5年ぐらい化粧してなかった、20歳ぐらいの時はビジュアル系っぽかったんでやっとったんですけど、うん、そうなの、うん、もう肌ナチュラルでも別にかっこいいとか多いじゃん、どっちがいいんかなと思ってちょっとしてみようと思ってやってみます、うん、まあ、顔がやっぱかっこいいですからね、うん、めっちゃね、目鼻立ちがやっぱくっきりしてるんでね、さつきが一番くっきりしてるよね、はい、こう見たらだからやっぱこういうでかいからだ、こういうコメント来るんじゃないですか、鼻が一番好みかも、あ、なるほどね、すごい立体で、同じ鼻は鼻でもこっちの鼻もいるんでね、あ、鼻と鼻、はい、あ、もうそのアクセントが違うんですよ、うまいね、はい、アップ希望、アップ希望いう芸人の銀シャリに似てる、あのうん、すごいお笑い大好きな方もやっぱ見てるんすね、めっちゃ声高い人だよね、うん、はい、あー、そうそうそう、あのメガネやっぱりお笑い芸人だな、 やっぱどっちかというとやっぱジャパネット寄りなんすよね完璧に声のトーンだけで言ったら声のトーン、はい、だから俺の笑いに釣られるみたいですね、うん、なんすかね、ちょっと今日の主役来たんちゃう、来たね、なんかよいしょーよいしょ、今日の主役紹介しますか、紹介しますか、やっぱり今日はね、はい、ぜひ見せてあげましょう、お疲れ様でした、はい、ということ で、 で、はい、ナイスファイト、ナイスファイト、レン君です、よいしょよいしょ、やっぱ真ん中やろな、うん、お久しぶりです、顔赤めっちゃ飲んできたんですよ差が激しいな、てかなんなん今のこの抑え方このいや JK やアルコール臭 JK やそれそれリブそれリブ掴む感じめっちゃ JK やん、これモテモテ袖って言うんじゃないのこれ、うん、モテモテ袖、これモテんのこれ燃え袖だ、燃え袖今日髪型もね気合入ってるからめっちゃ違うからね、この髪型とかさやっぱいろんな支度とかあったよ、はい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 、それトータルでどんぐらいかかったの、支度2時間ある、はい、やっぱ試合だし、はい、そうですね、で試合時間何秒だったっけ、49秒早いわちょっとでも1個めっちゃ1分でもないな、気になるやつあるんですけど、はい、多分他でみんなプーさんプーさん言いすぎて、めっちゃプーさん来るじゃないですか、うん、いいじゃんそれだけ愛されてるってことだよ、愛されキャラっすよ、今日レンが試合だったんですよって言ったら、うん、あープーさんねみたいな、そう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 、それだけだ自分の名前をさ覚えてもらってるってことだ、ね、そうすよ、名前ではないですけどねなんかさあそここうしとけばよかったとかある？名前ではないですけど、いやもうないっすね、もうしょうがなかったな、あれはもういやもう固められて、え、今日は強かったっすね、今日はね、やっぱ全日本プロレスの試合に出てきたもん、いやもう体型だけで言ったらね、完全プロレスやけどな、階級一つだけ違ったっすね両端に細い俺とサツキがいたけどさで、向こうのあのセコンドの人たちむっちゃ睨んでんだよな、こうやってでも僕らめっちゃそれに怖かったんで、審査とめっちゃ目をして怖いなぁ、まあまあ、ねぇ大丈夫やで、ね、大丈夫やでって膝ガクガク震えてた、蜂蜜持って行ってたよね、蜂蜜持って、蜂蜜は出してなかった2ラウンド目行ってねえから
セコンドでもいかつい人を出してこよかったね。そうっすね、うん、大事っすね。もっとレンのなんかいい空気感出してあげられたらよかったなと思って、うんうん、はい。まあね、レン来たとこで、うん、もう一回 CM 行きましょうか。はい、はい、じゃあレン、CM どうぞ。 CM なんて言うんですか。 CM どうぞ。さあ、ずらり並んだ最強コンテンツ、早速ご紹介しましょう。まずはナイトチューブ最大の武器であるレギュラー番組から。 Here we go。 毎日スタジオから生配信される個性豊かなホストチャンネルは歌舞伎町だけで60番組。もちろんお店もホスト情報も完全にフォロー。ツイキャスで日本全国のホストの今を一望できます。サイトのタイムラインは今しかないタイムセールなどリアルタイムに集客へつながる日本一ホットなタイムライン。ライブマップで今を楽しめるお店やサービスが一目瞭然。ナイトチューブではホストになりたいという日本中の希望者に自らアピールできる場所を提供。やばいっしょナイトチューブ、試した人から面白い。あかんあかん、絶対あかん。はい、始まりましたね。自然になるから。みんななんか笑ってたけど、始まりましたね。ねえ、でもなんかやっぱ49秒間だけってみんな思いがちですけど、その中にもやっぱドラマはあったっすからね。いや、でもあの前半中盤後半めっちゃなんか俺すごい鮮明に覚えてるもん。でもレンさんの中では長いっすからね、49秒超長い、超長い、長いわーみたいな感じになるっすからね、絶対。前半どんな感じなんだったっけ。前半、前半はとりあえずもうお互いの睨み合いで、睨み合い、睨み合い、うん、で、中盤攻めて、攻めたね、攻めたんすか。で、一発だけもらったんだよ、ね、もらって、もうそこでやばいよ、ゲロってなってやばいやばいやばい、やばい、誰よ。あの時はどうだったの、食らって、うわってなったの。もうくらーってなって、うん、そんなだったんだ。で、僕ら前半からガード上げろって言ってたじゃないですか、うん、あの、顎もらったらやっぱ脳揺れてフラフラってなるんで、ちゃんと声出してたんですね。でも、それはやっぱレンに聞いてみたら、あの、全然やっぱ声が届かないと。いや、もう誰の声も聞こえないぐらい結構集中が、聞こえないまま戦ってて、脳にくらってから、あの、ガードスッて勝手に上がった本能的なのが働いて、俺はやられる。やばいよ、だけガラ空きだった上がスッてガードメスカガードされて遅いよね。そうそうそう、体の覚えが。そっから、あの、体でね守らないとってなった。体で防衛本能でめっちゃ守って、ね、そしたらどんどんあの体格のさ、相手側のコーナーにどんどん入り込んじゃうからさ。そうなんすね、余計声届かなかった。余計届かなんすね。隅っこ怖かったっすね。もう後半に至ってはただ締められてたで、こんだけ体のでかいレンがもうクマみたい、それこそプーさん言われてますよ、うん、で、最後締められてもう限界来た時ポンポンってこの手がめっちゃポンポンってめっちゃ小さかったっていう、うん、その時俺とサツキが、うん、もう真っ白でやばいやばいやばい、声が出なかったよ。レン死んじゃうよ。タオルとかないんすか。タオルあるんだけど、あ、まあ投げれないですもんね、なかなか。多分落ちちゃう、遠くて。ああ、アラビみたい。本当コーナーの隅ぐらい。いや、ほんとに。でもいい、すごいいい経験になったんだろうね。まあリベンジはどうなんだろうね。やるんすかね。いや、やりたいですよね。でも次回、僕別の人でセコンドでもうチャチャめっちゃ入れたいっすね。ああ、いけいけいけっつって、な、絶対なんか僕ら的にはリベンジしてほしいですよね。そうですね、リベンジマッチみたいな、しっかりそのなんかさ、練習過程とかもさ、なんか俺らでなんかシャルメイト取ったりとかしてさ、ね、しっかり準備してやりたい、ね、やっぱあの勝ってできるマイクパフォーマンスで、あ、やっぱあれをやってほしかったなと思って。ああ、うん、一応考えてたいうことは。いや、もう全くっすね、とりあえず集中してたんで。ああ、ね、途中終われなと思ったっすもんね。あ、もう一発食らった瞬間もう負けたな。いや、もうやばい思っていや、怖いっすね、やっぱ、うん、あ、じゃあやっぱサツキかな、サッちゃんっすね。次回なんかそのおもろい系で結構行きたいっすね。で、店の従業員全員でセコンド入って、僕だったら絶対49秒も持ってないっすね。でもそしたら二郎さんの逆に最速タイムをまた更新できるじゃないですか。27秒
ぐらいでしたけど、うん、本当に怖かったな。まあ、あの階級はもう無理だよ。じゃあサッチャンがその試合終わって店戻ってきた一言目が、いやマジ怖い、マジ怖い。おめえとったそうね、逆にやった人からやった出てないやんみたいな。やっぱノリで出るものではないなと。いや、うん、やっぱみんな真剣に頑張ってるし、レンもレンなりにね、うん、やっぱ真剣に頑張っててさ。そうですね、本当お疲れ様。決まったのが2週間前っていうのが一番あかんすね。何もできないですからね。いやそれでも、でも今日の目の前にしてさ、もう本気で頑張るっていうのがすごかったよ。うん、俺ならもうビビってたけど、もういや僕余裕ですって、もう勝ちますって。めっちゃかっこよかったけどね。もうかっこいいのはアップだけっすからね。アップシュ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 やって試合で使えず不安がってたら、もう俺らも不安になってたから、もうどうしようかなと思っちゃうもん。そうっすね、僕頑張ったよ。やっぱ応援に来てくれた人も力もあったっすね、うん、そうっすね。で、さつきはいつから来たんやん。僕っすか。そうですね、次回まで結構時間ないっすよ、もう。いやでも僕と同じような体型の人がいたんすよ。ただ、はい、結構細長くて、おうおう、で、めっちゃ短髪で、ただその人ウィンドブレーカーのフードかぶって、あのビーツのイヤホンして iPod 聴きながらシュッシュってやって、めっちゃやってんすよ。めっちゃプロや。すげえ怖くて、キレもスピードもジャブのスピードも半端なくて、もう絶対無理やん。期待さできるっすよ。すげえ、しかも体弱いしな。痛い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 。あざもできるしな。押すだけ。痛い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 。押すだけ。あざピンク色になっちゃうからな俺。全部があざになっちゃうかもね、体の。ヘルニアあるしな。確かに。あー腰痛い腰痛いって試合中だったら困るしね。この右のお尻のあたりすごい弱いからな。まあ結局はもうレンの練習不足よ。いやもう 100% っすね、うん、もう練習しなかったのって言ってるけども、もう練習もういけるっすわー言ってたから、もう軽くしかしなかったもんね、あのシュシュシュみたいなスパーリング。でも戦うプーさんかっこいいよってね、うん、みんなね言ってくれるのは。戦う男の子が戦う姿っていうのは、うん、本当かっこいいもんすからね。まあまあまあ、まあすごい、僕ら的にもなんか生で見れてめっちゃ経験になったっすよね。うんうん、あの臨場感やっぱテレビとか、あの画面じゃわかんないよね。見れるのはあんまりないっすからね。頭真っ白になりそうやもんな。多分普段わちゃわちゃしてるけど、マジで喋れなくなってる。セコンド多分行っても、多分何も飛ばせになるで、ヤジも。セカンドもっとわちゃわちゃなね。尿瓶持ってくわ、マジで。漏らす漏らす。もうお前バンパーツ入っていくわ。真顔を見ることないからね、普段、うん、人の、うん、やりたいっすけどね、楽しそうなんで。あ、経験者じゃん。ただ空手じゃん。ただ空手やってたらダメだ。言っちゃダメだって。いけそうやな。ガチ勢。さっき銀さんとちょっと3ヶ月ぐらい本気出すかお前ってさっき言われてた。あ、そうだ。ガチ勢。やっぱ女の子さ、生で見るのは怖いっすよね。勝ってるとかやっぱ見たいわ。殴ったり殴られたりで、うん、結構まあ男としては結構楽しいんですけどね、見てる分には。結構なんかみんな、うわっみたいな。負けてもその血の気の多さ、ほんと素晴らしいと思うわ。いやもう結構、もう試合のこと結構忘れてるからね。なんかシュンってしてないレンがほんとにやっぱいいなって思うわ。いや、まあ、それはそうだよもう。練習、ね、練習してないから逆に別にしてねえし、みたいな。しとったら確かに悔しいですもんね、負けたら。いやでもしてて曲げた方がなんか気持ちよくないですか。まあ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 、やった感はあるっすよね。ストーリーあるよね。うん、ストーリーないからな。急にはい本番で、ゆいさ、はい、その身長でさ、はい、ちょここ1ヶ月太ったじゃん、はい、階級的にはさ、僕なんか55から60らしいっすよ。160cm。 レンと同じ階級ではないの。ないない。それ結構えげつない。え、でも今60もう切らないですからね、僕体重も多分60から65とかになるじゃないですか。だったら、そしたら俺結構でっけえやろ。きちゃうよ。俺と一緒ぐらいよ、パリピ、それやったら。あ、ゆいも出ようか。なんか逆だったらいいみたいなの言ってるんですけどね。その、結構細長かったらリーチがあるんで、うん、結構いいみたいな、うん、僕やっぱステップはすごい得意ですからね、ステップ。今テレビ映ってるやばいっすよ。すごいお腹揺れてたよ。ただブルンブルンしてたんですけど。太ってるからな。でもプーさんはもう愛されてるよ、うん、プーさん。いやもうまるでレンっていうあれがないっすね、うん、でも、うん、でも相性がつくってすごいことだからね。いやもうすごいすごいっす、うん、
ハロウィンぐらいからいいきっかけになったですね。ハロウィンでちょっと開き直ったもんね。いやもう、もういいや。俺はプーさんやみたいな感じになっちゃったんで。俺はプーさんや。でもそれあれでしょ、ユイがもうプーさんプーさん言い続けたからでしょ。煽りは強かったですね、確かに。だからキッチン、だキッチンにあるなんかあの蜂蜜とかちょっと減り早くないですかずっといじっとった。ずっといじってた。俺来た初日ぐらいでやっとった気がするもん。シャンパンコールとかでも蜂蜜シャンパンとかなんか言ってたからね。言ってたな。何言っても蜂蜜しか言わないからね。居酒屋で頼むのも蜂蜜絡みを絶対グイグイ蜂蜜グイみたいな。めっちゃ可愛いからな、プーさんは世界的に愛されてますから。みんな身長でも高いじゃん、ここ3人は。高いですね。そうですね、僕で83あるですね、身長。そんなあるんですか。あるんですか。多分店でも一番高い。一番高い。おー。花80ぐらい。いや、僕77です。77、8。でかいな。2番目ですね。あ、高いね。80、僕代表と一緒で180ちょうどですね、はい、でかいな。しんちさんは72。61です。ちっちゃ。ちっちゃ。嘘でしょ。でも女子かって。でもホスホスのプロフィール70にしといたっす。めっちゃ伸ばして10センチ読んどるやん。ちょっともう持ったっすね。もうみんな70のつもりで見てくるよ、ゆいなこと。あ、70も60もそんな変わんないっす。実は女の子とね、並んだらね、一緒やんみたいになるからね、女の子あれしたら。むしろヒール履いてる女の子だから。負けてるね。でも逆に61の頭でそのお腹見たら、逆に嘘やんもなるしな。僕結構ゆいと喋るんですけど、ゆいの好きなタイプ、自分より身長低い人っす。完璧ロリやん。制限が結構かかっちゃうんですかね。ね、ヒール履いて高くなっちゃうのは、それは許して。え、ダメ。それもダメ。ぺったんこだけでお願いみたいな。プライベートだからさ。ああ。めっちゃ可愛いな。やっぱ小さいなりのね。で、やっぱあれ小さい男の子って大体身長高い子と付き合ってるイメージあるけどね。まあそれは女の子が高いみたいな。確かに女の子もゆいぐらい身長だから、詐称したらバレるわ。あれ違うやん全然みたいな。え、お前そんなあれみたいな。まあやっぱ生で見てね、身長の差を確認してほしいけどな、うん、確かにね、うん、はい、もう終わっちゃうよ、はい、これ、はい、もう終わっちゃうっすね。てな感じで今日も1時間、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。で、まだインスタとかでもね、その直さんイベントとか更新したいと思うんで、ぜひそちらの方もよろしくお願いします。よいしょ、ありがとうございます。よいしょ。ぶっている感覚に投げかけるすべもなく、たまり込んだことにすがる何回目の錯覚だ、笑って先まで伝い込んだ仮面をにらむ、ラクダに紛れ込み死んでしまった純情、ましてや無情なほど溺れているんだよ、息もせずに。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。